ボアタルテ星座チャンネルレンとアンナとアキとカズです。ボアタルテボアタルテボアタルテ、巻き舌上手だね。はい、ブラジルですね。ポルトガル語です。ポルトガル語、ブラジル、はい、ブラジルは、ブラジルはあれだね、イメージある。あ、イメージあるよね。あれ違う、カズさん、そこは行ったことあるって聞かないんですね。ちょっとね、さすがに僕が行ったことないところでマウンティング取れないから。あ、マウンティングだったんですか、むしろ。そうそうそう。え、聞きたくなかった。ママの方が詳しいから、なんか悔しくなってたっていう。そうだったんですね。知らなかった。もうやめました。ブラジル、まあポルトガルでもいいけど、ブラジルの方が広いもんね。そうね。アンナちゃん、ブラジルのイメージあるかい？サッカーだけ知ってるよ。サッカーね。サッカー選手いっぱいいるもんね、有名な人ね。ブラジルのサッカーといろいろな遊び、ワールドカップをやっている、それだけ知ってる。なるほど。そっか、ミャンマーはサッカーの方があれなんだ。静岡県民と仲良くなれますね、これは。静岡もサッカーなんで。そうなんだ。え、嘘でしょ？僕、ほら、サッカーにめちゃめちゃ興味ないから。アンナサッカー好きだもんね。私、いや、全然。え、子供の頃と聞いて、私サッカー見るときずっと寝ちゃう。全然興味ない。寝ちゃうんだ。うん。日本とミャンマーがサッカーで戦ってたらどっちを応援する？それはね、私は、今ミャンマーに住んでいるから日本人と思う。うん、あ、日本を応援する？はい、日本を応援する。日本に住んでいるから、うん、ミャンマー人の応援する。今？え、私は弱いチームを応援する。あー、嬉しい。半分半分のカズさんは、うん、僕は酒飲んで飯食って寝ます。見ないっていう。シャシャもあまり好きじゃないですか、サッカーは。サッカーね、するのが好きなのよ。見るのあんま好きじゃない。日本人ですか、シャシャ。日本人だよ。なんで笑うの？他になんかブラジルのイメージある？カーニバル。カーニバル？カーニバルっていう踊りだね、はい、大きな踊り。ちょっとマウント取ろうかな。カズさんに対して。リオのカーニバルとか。そうそう、知らないです。ママ行ったんですか？行ったよ。羨ましいな。黒いのがいい人たち。これ多分黒人さんやね。イケメン。イケメンですよね。イケメンだ。イケメンですか？イケメン、かっこいい人。誰が誰か？この写真の男の人。あれ、日本から見るとイケメンですか？ね、いろんな形のイケメンがあるじゃない。そうそう。この人はほら、はい、綺麗な歯をしてるじゃん。で、綺麗な目をしてる。見えないけど。下の人いいね、かっこいい。かっこいいじゃん、雰囲気がかっこいいじゃない。めちゃくちゃかっこよくないですか、はい、写真撮らせてって言ったらちゃんとポーズ決めてくれて。ミャンマーの反対側ってどこだろう。ミャンマーの反対側、ね、どこなんだろう。地球って丸いでしょ。ずっと日本から穴掘っていくと真ん中通って反対側に出るでしょ、はい、そこがブラジルなのよ。あー、そうですか。考えたことない。ちょっとミャンマーだとどうだろうね。コスタリカとかかな。あ、違うな、南側か。まあいいや。あとはもう一つのニュースは、今大体ヤゴン総合病院って一番大きい病院じゃないですか、うん、周りのためにもヤンゴンの 中でも、例えばヤンゴンと1時間離れてるパゴーとか、カヤンとかドーバーとかちょっと離れてるところからも、大体なんかこの自分の地区ができない病気だったらヤンゴン総合病院に行ってくださいと、うん、なんか言いますよね。そうだね。それで今ウイルスがなんか流行ってますので、今ヤンゴンの人ってなんか戻るじゃダメだよね、戻るのなんか戻らないでくださいとか、ヤンゴンの人は危ないよとか、いろいろな地区が言ってますね。うんうんうん、はい。それで今ヤンゴン総合病院の前 の, ホームでテントとかをなんか仮に作って、うん、
はい、あのこの病院なのでみんながたくさんたくさんですよ。田舎に帰らないでそこに住んでるってこと？そうです、そうです、住んでます。え？あ、あれ政府があのやってましたよ。あ、なんかそうなの？なんか帰っちゃ帰ったら自分の田舎もなんかそう、なんか病院ってもっとなんか危ないでしょ。うん、病院の人だから大変だと思う。いろいろな人たちとかいろいろなグループがあのドネーションとかしてますね。お店とかたくさんですよ。今私送りました。患者さんはなんか中にいますけど、患者さんをなんか手伝う家族、うん、そう家族とか、あとはあのフォローアップってあるじゃないですか。まあ、1ヶ月に1回は薬をチェンジしたりとか、うんうん、チェック検査したりとかあるじゃないですか、はい、そのためにまだニャンゴに戻ってなんか来てて戻れない人たちのためにはそういう風に前のホームで作ってて。これでもさ、これ、うん、壁ないよね。壁ないですよ。壁ないです。しかもこれ家族とかもいるんでしょ？そうです、そうです。中に出入りするってことでしょ？そうです。またこの人たちコロナになっちゃわない？そういう可能性がありますけど、本当に人が多いですね。多いのよ。だから中 の、 あの病院の中の、はい、でもたくさん人があるし、マスクを顎にかけてる確率の高さよねえ。うん、いやここ無理だな、壁ないから。僕ほら何度でもいいけど壁大事だからさ。壁を押してますもんね、ミャンマー星座は。そう、ミャンマー星座は壁の設立を、ね、強く主張します。何チャンネルだ。でもここで寝たりするの大変だよな。そうね、本当にね、ヤンゴン病院はそれは今ね、ウイルスのだからそういう担当を作ってあげましたけど、政府が作ってくれましたけど、あの昔々からも普通に泊まる場所がお金もかかるしないし、そういうふうに病院の周り の、 あのホームで寝てたりとか。あ、そうなんだ。はい、昔からありましたよ。じゃあ一応良くなったんだね、これで。そうか、これはあれだね、コロナだけじゃない別の問題だね。そうです、そうです、うん、はい、なるほど。アンナ、これどうしたらいい？ドネーションしたらいいだよ。じゃあアンナ、今日給料もらったからそれドネーションしてこようか。行きましょう、感謝状と一緒に。そうよね、僕も。カーも多いと思うよ。あ、そっか、夜からね、カーは多いよ、西の中から。これでもあれだね、雨が降らない時期だからまだいいけどね。うん、まだいいけど、ちょっとなんか申し訳ない気持ちにもなっちゃうけど。ヤンゴン市の病院はね、私いた時には1日700人ぐらい入院してて、600人ぐらいは退院してます。ほー、じゃあそれまでにずっと家族がいっぱいいるんだ、この周りにね。そうです、そうです。私の病院なんとかしてあげたいな。私の病院？はい、私が働いた病院ですよ、あれ。そうだね、そうだね。びっくりした。実はヤンゴン総合病院経営してるのかと思って。私のあの某病院。何？あとは母校とか母国とかあるじゃないですか。あ、母国母病院。あんまりそういう風には使わないかな。使わないですか。だけど最初になんか大学終わってすぐなんか仕事の始めて。うんうん。があの援護総合病院でしたから。なるほどね、あの、はい、思い出がいっぱいあるところだね。そうです、そうです。これ話したい。はい、どうぞ。ママ、え、リン言ってよ。いやいや、リン言って。そうですね、うん、空に飛ぶ空に飛ぶ電車かな。何を言ってるの？わ、空に飛ぶ電車。何それ。はい、漫画の世界の話しないでもらっていい？ね、電車って漫画の話じゃないよ、本当の話ですよ。電車って空に飛ばないよ、りん。知らないの？作りますよ、これから。ミャンマー作るの？はい。いやいや、日本でもないからね、別に空飛ぶ電車は。私だし、おばあちゃんになっちゃうとき。今26からあと10年とか20年とか。多分あと3年で終わるかな。3年で終わる。スカイウェイプロジェクトですね。スカイウェイプロジェクト、はい。あの、多分ニュータウンプロジェクトっていうのがあるのね。まあ、そのヤンゴンをもっともっと大きな都市にしていくと。今狭いじゃん、ヤンゴンって。
でもっともっと外の方に大きな町を作っていくのに大事なのは移動だよね、はいはい、そうですね、はい、でヤンゴンはさ車がすごい混むじゃん。そうです。で真ん中に大きな邪魔な湖があるじゃんやめなさい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 本音がつい素敵な湖があるでしょ。はい、はい、早いねそう、あの素敵な湖を埋め立てちゃうと怒るじゃんみんな、はい、よくないでしょ自然だから。そうです。であそこに道路作れないからさ、そしたらもう空に道作るしかないよね。そうするとね、はい、そうするといろんなところに移動ができるから。これって早いですか？早いよ、うん、写真だとだってもうすごい早そうだもん。もうピューンってあれ日本にありますか？あとねこういうのじゃないけど空を走る電車がありますね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたいなったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。それではレンド、ハナとアキとカズでした。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。今年日本人が、はい、自分の子供につける名前ランキングっていうのがあってで1位がね女の子がねひなたちゃんだった。2番がりんちゃんだった。すごーい。ハンナいなかった、はい、あーそうですか。そうそうそう、りんちゃんってなんかずっとランクインしてるイメージあります。そうそうそう、ずっといるよね。今は日本人でもあまり使わないでしょ。めちゃくちゃ使うよ。大学の友達に7人ぐらいいたよ。7人すごいですね。私も友達にいますもん、アンナちゃん。よかった私はあまりないと思うから、うん